おはようございます。今日は12月の29日ですね。もう年末ですね。気温が12度、湿度が 15%、室温が 21%、21度で、湿度 24% ですね。はい、今日も暖かいですね。はい、寒波が来ると言いながら、全然寒波が来なくて、いいのかなという気はしますが、はい、今日の格言、業務用とは壊れずに長く持つことである。はい、業務用とは壊れずに長く持つことである。ただ単に、うちの計りがぶっ壊れて、感じたそのものでございますね。はい、今日の、コーヒーは春ブレンドですね。はい、それではですね、まずはトメル君にセットしましょう。はい、かなわんをはい、開いて、はい、コーヒー用意しました。はい、まず穴掘ります。はい、お湯を入れましたね。で、昨日週刊フレーバーで、ポットのお湯っていうのは最初の部分を、捨てなければ、筒先の温度が上がらないという、まあお勉強したので、はい、そのようにやりましょう。ポットの湯を、しっかり捨ててからスタートさせますね。はい、じゃあ、高い位置からお湯さしましょう。ちょっと太めの湯で。太めのお湯で、蒸らしとなると当然コーヒーの粉の膨らみはいいですよね。はい、で、3分間蒸らします。ちなみに、昨日、週刊フレーバーではドリップポットの温度を測るっていうのをやってたんですけど、その時に、本来だったら、こう2つのこうコーヒーを用意してみたいな時だと、5杯のまあ金枠を使って5杯を、2個立てるであろうというふうに、まあ、普通には予想すると思うんですけど、昨日は3杯の、コーヒーを、2個立てたんですね。これ3杯のコーヒー2個立てたっていうのは、理由があるんですね。なぜかというと、蒸らしで使うお湯の量が少なくて済むわけなんですよ。で、1個目と2個目のお湯の温度、蒸らしに使うお湯の温度が
できれば明確に違う方が、その差が、見せやすいということですよね。 そこで、差が一番見せやすい、量の、コーヒーの粉の量の少ない状態、つまり3倍用の 30g のとこにお湯を差すとすると、当然蒸らしで使うお湯の量からするともう最初の低い温度の、お湯を、1個目の、コーヒーの方では完全に使うことになって、2個目のコーヒーの方で、しっかり温まったお湯が入ることになるということで、そこで 明確な差が作りやすいということで、意図的に、3倍を採用したわけですね。まあ実際にはそういうふうにやると、まあ、ある程度差が見せれたなというのはあるんですけど、実際に、味に関して言うとそんな大した差が出ないんですよね。なんで差が出ないかっていうと、しっかり蒸らしをして抽出するっていう段階、抽出する段階では実を言うと、あんまり変わってないんですね。温度は、抽出の温度っていうのは当然筒先で冷やされてないので、基本的には同じぐらいの温度で、抽出されてるんですね。1個目も2個目もそうなると、抽出ではあんまり差が出ないと。ただ蒸らしの時に、現象として差が出やすいっちゅう、まあただそんだけのことですよね、あれはね。だからまあどちらかというと、一般の人に、見せる時には受けはいいですけど、実際に差が明瞭に出せるかというと大して出せないという、まあある意味パフォーマンスみたいなもんですね。153と157、 300g ぐらいお湯使ってますね。通常よりも 100g ぐらいはお湯を蒸らしで多く使っている感じになりますね。はい、じゃあスタートしましょう。今日の格言の業務用とは壊れずに長く持つことである。これはもう完全にあれですよね。アカイアが、電池が膨らんでしまって結局、電池のとこ、まあ充電電池の部分を、外して新しいのに交換したり、今回のジミーの場合は交換すらできないので、まあ、壊れたら壊れっぱなしですよね。まあジミーはよく使ってたんで、まあ壊れてもまあしょうがないなと思ってますけど、ちょっと気に入らん部分はあります。業務用として、使ってもらいたいのだったらやっぱり壊れないでほしいなという気がしますよね。だから今、コーヒーの業界で、使ってる量りっていうのが、まあいわゆるこじゃれた量りっていうのが結構あるんですけど、これが本当に長く持つか、10年20年本当に持つかって言われたら、まあ多分持たないですよね。例えばまあうちだと、まあ焙煎機は30何年壊れずに動いてるし、コーヒーミルの中に、コーヒーミルの回路で、オムロンの禅という、まあプログラマブルリレーというのを使ってるんですけど、これだってもう、10年近く壊れずに動いてるわけですよ。つまり業務用というのはそういうふうに10年とか、ある程度長い単位でやっぱ動いてくれることが、まあ、大事だと思うんですね。それに対して今のものって本当に壊れやすいと思います。例えばうちが使ってる、石田の量りもそうだし、タニタの、コーヒー豆を、お店で、販売の時に使う、タニタの量りもそうですけど、30年以上ずっと実を言うとうちでは、働いてくれているわけですよ。こんな1年や2年のスパンで壊れるなんてことは、業務用としては、まあ、ありえないと僕は思うんですね。
だから赤いやであったりとか、今のジミーであったりとか、この辺の測りに関しては、まあ いわゆるこうこじゃれたこのカフェとかなんかでは、業務用として使ってますけど、本当の意味での業務用、例えば10年20年をこれで使えるかって言ったらもう全然使えないですからね。だからそういう点では本当に、業務用としてどうかと思いますよね。まあそれで言うなら今のこう例えば焙煎機に関してでも、今の液晶を使ったパネルのタイプの焙煎機を制御するあのスタイルだともう5年持つかどうかですよね。例えばうちが使ってる、リレー回路、焙煎機を、制御してるリレー回路は、基本30年そのまま、まあリレーを交換することはあっても、動いてるわけですよ。それに対して今の焙煎機が何年持つのかな、今の焙煎機っていうか、今の、こじゃれた焙煎機が何年持つのかっていうのはすごく興味あります。とりあえず最低限富士ロイヤルは何十年と持ってる実績があるけど、今の焙煎機っていうのは実績ないですからね。だから実際にどのぐらい持つかっていうのは本当に興味ありますよね。はい、コーヒー出来上がりました。機械っていうのは長く持つ、例えばミルク粉なんか10年以上動いてるのって結構ザラにありますからね。だからミルク粉がまあそういう風に長く持つのはまあ、実績としてあるわけですよ。まあ例えば富士ロイヤルの440というミルもそうですし、まあ今うちが使ってるのは750という200V のミルですけど、全て、長く持つという実績があるわけですよね。その実績っていうのはある意味一番の信用かなという気はしますよね。はい、今日のコーヒーは春ブレンドですね。今回コーヒープロの方では福袋を出します。1月1日ですねに、3種類の福袋を出しますので、よければ1月1日おはようございます。おはようございます。